めて、うちで僕今回は小山とステージ立たせてもらうんですけれども、まあ、実は僕ら2人でクリエイティブに関してやっぱスタッフ教育もやっぱ引っ張ってきた自負もあります。ただ2人でステージ立つのってのは今回本当初めてで、逆にやっぱ僕らの強みだった写真のクリエーションっていうとこから今時代の流れで動画、じゃあこれから 5G の時代に入ってくるって言ってた時に、じゃあ僕らは 5G の時代の中で美容師としてどういう表現ができるんだって、そこをどう融合してステージを作れるかっていうところに今はワクワクしてるというか、 5G と美容師じゃあどういうリンクができるのっていうとこを期待していただければなと思います。常日頃いろんなものから情報を収集する、全てとりあえずスポンジのように吸収して、そこからやっぱりクリエイターの頭に自分を持っていった時に、じゃあどの引き出しを使っていこうとか、なんかそういうことを表現できたらすごく面白いのかなと思って。